1000円ファッション企画、イエーイ。切り上げて290渡します。290件、はい、290件が皆さんの予算です。はい、じゃあみんな頑張りましょう。イエーイ。なさそう。もうあれ買いたい。第一候補。これいくらか聞いてみよう。Excuse me。全部、うん、全部で How much？ OK。シシ。全然予算外だった。マニシはピンクも着ないけど水色も結構着なくて、あ、ここなんかお下げなのでは。でこの緑とか結構私には理想なんだけどな。これ可愛い、緑とジーンズのセット。この辺も可愛いな。やっぱ水色とか緑を着せたい。うん、もうこれだな。水色と緑でヌギシちゃんが似合いそうなコーディネート探す。可愛いです。結構下までインナーも、インナーもレースがついてる。これめちゃめちゃいい。足の太さとかも結構、なんていうの、隠してくる、わからないようにしてくれるので。スミサさん別に普通だと思うけど、でも気にしてるところを隠せると思う。かわいい、似合いそう。いい、しかも250円、安い。いいじゃん。これいいですね。第一コール。しかもここの絞りがちょっと効いてるタイプなんですよ。ここでこう結べる。かわいい。あ、私自分のスマホ伊達ちゃんの荷物の中だ。伊達ちゃん、スマホちょっと入れていいって言って入れちゃった。伊達ちゃんどこ？あ、いた伊達ちゃん。携帯電波で。ああ、ないや。びっくりした。そう、あ、ないと思った。バイバイ。よし。でもセンスがいいとこちょっと見せたいしな。でもこのセット、マネキンが着てるものって絶対だよね。マネキンが着てるものをさ、絶対じゃん。気持ちフリフリをさせたい気持ちあるんだよな。で、大体の大特価を狙わないと割と無理ってことが分かったので、めちゃくちゃ歩いてるんですけど、もう月見ちゃんに着たい服がとにかくどこも高い。250でしょ。負けてくんねえかな。予算が男性290円、ゲンなので、ちょっとやばい。コーディネートするときは露出はしないようにしてますね。肌を見せることがダメです。ちょっと初めて一人で動画を回しているんですが、本当に独り言を喋りながら買い物をしている変なお客さんになっているので、早く終わしたいですね。こう伊達ちゃんが着なさそうなシックなのもありだな。トゲトゲにパンツ、これトゲトゲなんであるんだろうね。リュック背負うとき絶対痛いやつだな。このトゲトゲは痛いよね。そう、このすごいシックな組み合わせっぽいっすよね。伊達ちゃんっぽい。ちょっとふっくらしすぎかな。かわいい。これもすごく麦っぽいよな。でもなんか麦こんなのしてても普通だもんな。これ私が着よう。こういう色を月見ちゃんに着せたい。個人的にはすごい。なぜなら絶対に自分じゃ着ないはずの色だから。できればもうちょっとこんな麦見たことないっていう月見さんをお届けしたい。あ、こういう濃い色のトップスは
引き締まって見えるので、値段がわからない。この不思議不体替えって何ですかね。こっちも、待って、本当に迷子になりそう。あと30分切りました。190使っちゃったからもう100なんですよね。結構これは困ったぞ。見て、140円しか使えん。なんかいい感じの売り上げがあると、あきみちゃんこうで感じだな。Yes, thank you. 100目ゲット。あといくらだ。そう、計算が151元使える。私はあんまりレースとかフリルはしないと思うので楽しみです。さあ、ということでこれで私のコーディネート終わりです。やっと残り20分残しで終わりました。ふぅ、大丈夫だと思うけど気に入ってくれるかな。私はね、いいと思う。いい買い物しちゃったんじゃない。あ、伊達ちゃんだ。どうすか進捗は。え、終わりました。え、終わったの。え、そんな短時間で。いや、びっくりした。嫌な予感しかしないんですけど。いや、違うの、ちゃんと考えたから。ほんまに予算結構さ、なんか余裕あるかなと思ったら全然ない。特売のこういうところはあるけど、中は普通に一着なんか700件とかあるから。そうなの。最高時間までどれぐらいですか。あとね、20分切ってる。え、マジで20分切ってる。やばい、ちょっとじゃあ急いで行きます、うん、行ってらっしゃい。いろいろ探し回ったけど、あの人たちを見つけることができなかったので集合場所に戻ってきましたが、あとね、5分くらい。誰かいるかな。誰もいない。やっぱり一番乗りだ。はいはい、あ、三上さんだ。めっちゃ悩みました。やばい、ムイヤ帰ってきた。帰ってきた2番手。2番手。あ、伊達ちゃんだ。あ、イエーイ。やった。これぴったりじゃん。買ったです。買いました。マジか。本当にぴったり。伊達さんもぴったり。ぴったり。いやー、ちょっと妥協したわ。金額よね。そう、金額結構際どい。290って300あったのみたいな。そう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 、負けてもらって。私負けることに失敗しました。嘘。やっぱりなかなかね、ないんです。できればちょっと小道具買いたかったんだけど、やっぱ290、300あったらさっきの50元買えたかもしれんな。ちょっとゴムとかキャミソールとか。ここどこ。待って、どこここ分かんない分かんない。一人時間オーバーしてる、ごめんなさい。写真あります。あれ、こっちだっけ。桃井だ。桃井さん、大丈夫かな。帰ってこれるんですか。帰ってこれるんですか、あの子。どう、麦、自信ある。いやー、みさみささんをコーディネートだから、結構とかね、そう、なんか年齢で足を出さないとかね。結構、うん、年齢で違うなって、うん、全然違う感じ方とか違うだろうなと。そうそう。じゃあ、あ、ママが来た。あ、おかえりスタージャー。はい、みんな買いました。ちゃんと買いました。買いました。エントリーナンバー1番、桃井美鈴さんの登場です。どうぞー。うさぎでーす。ポン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 。かわいい。だけどうさぎだったので先生をあげました。お、すごい、すごいじゃん、すごいじゃん。かわいい。よかった。かわいいスカート見つけてしまって買ってしまいました。全然伝わんないですけど、ミニでこうフリルでちょっとこう広がる感じのグレーと水玉の可愛いですかね。尻尾も可愛い。ウサギの尻尾と、あ、あれ尻尾なんだ。そう、尻尾と、あと首輪がちゃんとついてるやつで、あとスプリントがすごいテルテルして、可愛いよ。マジリーナ、これは誰コーディネートですか。はい、あ、1番だって、ダッサンさんです。ダッサン、はい、ダッサンです。ポイントはどこですか。ポイントはですね、まあ、あの、ダ
ぱりこの元気かつ細いこういうやつはこういうのを着ればいいと思う。その投げ入れで選ばれたんですか。上がちょっと気に入ってなかったんだよね。なんか今それで折ってるんだけど、折ってたらちょっとやっぱもったく普通のボタンちょっと重たい T シャツになってしまう。もうちょっと短いとか、そうそうあれただ完璧だった、うん、そういうのを探してるのなかったから今折ってた。折りました。はい、何だろう。エントリーナンバー2、月見麦さんのご登場です。ビビン、おお、あ、いいよ、かわいい、かわいいよ、いいよ、イエーイ、イエーイ、普通の女だ、普通の女、いい、普通の女になりました。え、かわいい、緑とか初めて来た。いや、マジで麦ともう2年活動一緒にしてるけど緑ってのに一回も見たことなくて。持ってない、そもそも緑色の布を持っていない私。ちょっとぴったりの服で、あんまり着てない色。やば、でも一応下はスカートっていうのつけろって、巻きスカートみたいになって、かわいいじゃん、下が見えるし、あれもない、いいよいいよ、え、かわいい。なんかこれキュロットスカートだ、あ、めっちゃかわいい、これかわいい。これがあると、だいたいこういうのがあれば西野から方ではすぐ完成するので貴重です。これ結構良さそうな写真、普段見れないカジュアルスタイルの月見ちゃんが見れるんじゃないかなって思いますので、これにしよう。決めました、こちらです。普通の綺麗で可愛い、向こうの手が綺麗、いや、いいですね、これ本当にいい仕事してます。いや、持ってない、ここまで出る服を緑を肩出しってない、かわいい、デートじゃん、デートじゃん、やったー、超可愛くない、無業しに褒められるぞ、お前、でもなんかすごい、なんか一般の女みたいな色を一般的な一般の女魔導士とは違う、そう、着ない、絶対に着ない色を一般の女、もうちょっと西野さんに使ってたいな。西の花コーデなのこれ。そうです。なるほどね、あの若い女性の代表格みたいな。的な、おしゃれだよ。イエーイ、やったー。おしゃれ。日々麦さんの一般的な女を引き出していました。いいわ。やったー、よかった。2年ぐらいして。私がさっき岡部さんに着替えてほしいなって思ったのは、あの、かぶってるから。なるほど。ちょっとあの、ボーダーみたいな大きいの。並んでみてもらっていいですか。緑緑で。グロいサイン。さっきまで双子コーデ、また双子コーデが。何このグロい違い。ちょっとなんかいい感じに絡んでもらっていいですか。わかんない、なんか姉妹。そう。やばい人。違う違う。次もう次行きましょう。それではエントリーナンバー3番、以上美佐子さんの登場です。どうぞ。そう。なんか下だ、3、おお、いいよ、おシャンティー、おシャンティー、ハサスピン、あ、ちょっと顎を隠した、肉を隠した、あれ、これ怖いって、怖い怖い、出してくれるみたい、これはこんなの、なんかすごい後ろが可愛いね、こんな感じです、後ろのリボンが結構セクシーさが出るんで、そう、私みたいなガキには合わないんですけど、ガキ大人の美佐美佐さんには合う、ついた感と、これすごいね、このスカート美佐美佐さん全然足出さないじゃないですか、出さない、もう怖くて、そう、でも多分嫌なんだろうなと思いつつちょっと出してほしいなって思ってレースで隠れてるけどちょっと見える、透けて見えるっていう、なんかいい配慮、トップスがコーンなのがめっちゃ怖い、ね、そう、濃い色だと結構引き締まった印象になるんですよ、で、赤の差し色、そう、差し色をポイントに入れて、え、おシャンティーじゃん、めっちゃ難しかったですね、大人の女性って何着るんだ、あー、そうだよね、うん、もめさせないでね、はい、もめそう、ありがとうございます、さあ、最後です、期待値が高まっております。面白い。嘘でしょ。不満が垂れてますよ。え、嘘でしょ。私結構いいと思ってた。美佐美佐さん的にはネタじゃなくてガチで選んだと思う。本気で見ますよ。
でもだって今回はその伊達ちゃんが着なさそう。まあまあ、まあ、でも着たら私はかっこよくなるんじゃないかなと思ってどういうことかしたんですよ。なんかすげえ変なメンズ服だな。ため息もいいとこさ。伊達ちゃんがテーマ、伊達ちゃんが丸の内 OL になったから。ああなるほど。エントリーナンバー4番伊達あずみさんの登場です。大きか、おお、可愛いじゃないですか。ほら、まあ、なるほど。あの想像より良かったです。ほら、良くない。ほら、かっこいいじゃん。いいじゃないですか。すごい無駄の垂れてますね。え、かっこよくない？ねえ、これあと今時のこれこれよ、先輩もうゴム何年前よ、何年前の服持ってみたいな。これ外しててないでしょ。なんで外す、これをしないかどうかをさ、委ねられるの。委ねられないでしょ。じゃあ完全になんか違う、あの全部止めて完全にインするのもありなのかなって思って、でもこれ縛るように長いなと思って、どうかなって確かに縛るのはちょっと難しいですね。ちなみに私が一番自動化したって思ってるんですよ。いや、そうなの。そうなの、全部なの、時代なの。先輩見てこのラインナップ、ほら同じ年代じゃないでしょこれ。どうすんの、友達と待ち合わせ遊びに行くときに、こんにちはって、はっつって、ああみたいな感じの反応なんか分かってんの。ああ面白い。え、ダメかな。え、パンツ結構いい、なんかいいと思う。パンツ可愛いと思いましたよ。デザイン可愛い。コキュータ、あー、キュイ、コキュータ、多分好きだよ、だってちゃん、あれ、いや、これでいいんじゃないかな。これで、え、決めちゃいます。もうなんか慌てない。いや、あの、いや全然可愛いんですけど、準備はしてたの。あ、先輩結構センスあんじゃん言うつもりはあったんだぞ。うん、うん、おえそうあったでしょ、上もうちょっと下の下の下だと思う。下道そんなに文句はない。これはちょっと確かに袖と胸ポケットはちょっと時代感もある。面白いですよ。胸ポケットがそんなに上だと思わなかった。そういう問題じゃないんだ。想像してたの。あれって。なんか落ち担当の先輩が普通の買っちゃダメじゃないですかって言われると思ってたの。待ってて、バチ落ちないました。めっちゃ何言ってんだって思ってた。どうすどうなの、めちゃくちゃいいもん、ちっちゃいの。リボンにすんのやばい。どうすんの、あれ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 、ごめん、丸の内オールじゃない。え、なんかあの地方のなんか工務店の事務員みたいな。そうだよ地方のだよ、丸の内じゃねえよ、丸の内から。地方はそう、あれ、なんか盛んがすごい。あ、かわいいって言った。ちょっと待ってよ、待ってよ。はい、せーの、よっと、イエーイ。あ、もうここじゃん、ここだ、決定だよ、ここで、やったー、イエーイ、かわいい。なんかあんま着ないの、そう、あんま着ない。ありがとうございます。おはようございます。オブザファッション、オブザファッション何だね、あのコーナーで怒られるんですか。ちょいブスとか言う。そうそうそう。水道美香子さんの登場です。なんか髪もポーズが古い、ポーズが古い。
せる。